はいどうも、徳島のパムキンです。いつもご視聴、とコメント、高評価、本当にありがとうございます。さあ、本日もね、カンバトルやっていくんですけども。え、今回の動画ですね、この VS 超技極限スーパーバトルロード、中身、LR やフェスゲン、なしでも、勝てるぜってところねえ、皆さんにね、ちょっと今日お届け、 しようかなと、思いますんでね、最後までご視聴、よろしくお願いします。で、リーダー、この LR のね、ただいま、ダブルドッカーフェスのピックアップになってますね。セル完全体、人造人間セル編の高倍率リーダーで、なおかつ持続性の120%パーリーダー。で、パシブ、まあこんな感じで、えー、私のは2突ですね。はい。で、フレンドさんに2時お借りして、えー、来ました。うん。で、中身のキャラ紹介なんですけども、イベントドロップさんのフリーズ最終形態、これがね、極限 Z 覚醒来て、だいぶ強くなりました。で、えー、 イベントドロップさんのラディッツですね。これも極限 Z 覚醒来て強くなって、なおかつね必殺技、敵全体攻撃もしてくれると。はい。で、確定枠でよく見るこのゴールデンフリーザー。うん。ゴールデンフリーザーもですね、あの、極限 Z 覚醒来て、だいぶ優秀になりました。ま、あ必殺技打てば打つほどディフェンスが無限上昇、まあ、してくれる、ま、あ優秀キャラというか、ま、あ長期戦キャラかな。うん。まあ、それも入れてます。で、 確定枠によく見る、地属性の方のパーフェクトセルですね。このパーフェクトセルも極限 Z 覚性来て、まあ優秀になったかって言われるとどうなかなまあ使いやすくはなったかなという感じでございます。で、このメタルクーラー。このメタルクーラーもね、確定枠でよく見るでしょう。ガシャするとね。うん。これはね、極限 Z 覚性来て、これがね、極限のね、うん、補正役をしてくれるというね、めちゃめちゃ優秀になったんではないでしょうかというところで。うん。このメンバーでね、 あの、勝てました。っていうのが、あの、このためのダブルドッカーフェンスのピックアップの LR のセル完全体策がもう皆さんご存知の通り、HP30% 以下になりますと、パーフェクトセルに変わりまして、なおかつ HP を全回復してくれるんですよね。これをうまいこと利用していくわけなんですよね。 で、このイベントドロップさんのフリーザ最終形態が、孫悟空の系譜に対しては、全属性ガードをしてくれる。で、なおかつ、あの、アタック低下もしてくれるんですよね、必た技で。で、これを、これもうまいことを持っていく。これ全属性ガードをしてこれでいい壁役になりますから、それもね、あの、イベントドロップさんの、あ、これ、今、いい感じにね、これ、HP 全回復したでしょ。これなんですよ。が、この、パーフェクトセルに、 え、させるタイミングをうまいことバッチリ掴めば、この中身 LR フェスゲンなしでも勝てるんですよね。うん。で、話戻しますけど、このフリーザ最終形態イメンドドロップさんのフリーザ最終形態を敵の多いところに持っていけばいい壁役になりますよと。で、なおかつメタルクーラーですね、メタルクーラーさんがごっけのディフェンス40%で気力も上げてくれるんで、うん。 これを絶対必須に入れていってほしいかなと。ね、あの、ラディッツですね。イメントドラムさんの敵全体攻撃がまあまあ役に立つという感じでございます。で、この地属性のね、あの、パーフェクトセルですね。パーフェクトセルがね、HP30% 以下になったに HP20% を回復するんですよね。これは、うん果たしてどうなんかなと思って、まあ今回入れてまあ、やってみたんですけど、案外ね、うん。 あの、その、うまいこと HP30% 以下に持っていくのが、ちょっとまあ難しいっちゃ難しいんですよね。で、この LR セル完全体がなおかつアクティブでね、あのー、太陽系破壊カメハメホを売ってくれるんで、それもうまいことを利,利用していくという感じですね。大体いいね、極地属性の、あの、優秀キャラが増えてきた、うん、あの、イベントドロップさんでね、うん。これ、だから今後ね、 あの、バトルカード、イベントドロップさんのバトルカードが、もう、この先ず、この先いいキャラが出てくると思うんで、この極限スーパーバトルロードも、この中身無課金で勝てる時代がやってくるかもしれないぜって、私は思っておる。うん。で、この、 確定枠で見るゴールデンフリーザーですね。このも極限 Z 覚醒来て、あのー、必殺打てば打つほどディフェンスが無限上昇するんですよね。うん、で、なおかつパシも優秀という感じで、まあ、必殺、まあ、長期戦なんで、この極限スーパーバトルロードとか、スーパーバトルロードも持っていく、連れていくっていうのは、あんまりちょっと少ないかなと感じられるんですけども、まあ、今回ね、いい働きをしてくれた、うん。 まあ、うん、よ、役に立って4ターン目か、まあ5ターン目ぐらい。まあ3ターン目でもギリ、まあガードしてくれるかなっていう感じなんですけども。で、サポートアイテムね、まあおなじみの、今、今らサポートアイテム言ってくるんですけどあの、サポートアイテムが、ウィスとネズミと、ウィスとネズミとハッチャンとヘビヒメですね。もう鉄板の4つですね。これがね、うん。 やっぱあの王道の、えー、サポートアイテムなんじゃないんかなとは思うと私は思ってるんですけどももっとねあの器用な方はねナース連れて行ったね父ナースね父ナース連れて行ったり、えー 一旦切ってくれる整列市場化ですか、うん、これを持っていく人もおるんですけどもやっぱりね使い慣れてるサポートアイテムを使った方がやっぱり難なくクリアできるんじゃないかなと、えー、私は思っておりますまああくまでも私の動画まああくまでも皆さんこうちょっとね初心者さんとかね中級者さん向けのまあまあ あ,あの、参考になればいいかなと、と、えー、思ってるんですけどもね。やっぱりね、極限スーパーバトルロード行くために、えー、言わさせてもらってるんですけど、やっぱり運ゲーなんで、うん、あー、これ上手い感じにね、今もパーフェクトセルに変わって全回復、うん、しましたから、いい感じですね。で、パーフェクトセルに、えー、変わりますとですね、だいぶね、アタックとディフェンスも優秀になりますから、ね、で、アクティブも打てるようになるという感じなんで、これをね、ぜひね、上手いことね、うん、 HB30% 以外にうまいこと持っていってほしい。うん。これ、うまいこと持っていくと、難な,なくね、有利にクリアすることができる。で、サポートアイテムも本来使わずしてえクリアすることができると。で、これパーフェクトセルに、えー、なったらですね、必殺技アタック低下もしてくれるんで、うん。できるだけアタック低下はまあ、まぶしていけと。うん。いう感じで、えー、ございますね。はい。で、最終ステージのね、 この、悟空一家というか、悟空一家とベジータ一家と言っていいのか、ちょっとわかんないですけども、できるだけ、この、孫悟空の系譜なんじゃらっていうキャラが今、このメンバーにいますから、できるだけね、孫悟空の系譜のキャラは最後まで、えー、置いておった方がいいですよ、という感じで。だから、ベジータの系譜を最後に、ね、集中的に攻撃した方がいいんじゃないかな、私は思っております。はい。で、敵の多いところに、この L1 のセル完全体を持っていきましょう。っていうのが、HP がね、あればあるほどディフェンスが確か上がって、 うんですよね。うん。だから、ね、これもね、この2桁ね。これ、サポートアイテム、まあ、使って、まあ、桁なんですけども、うん、サポートアイテム使わずしても、まあ、1万かに、まあ、打撃で万2万ぐらいか。1万2万ぐらいやったら、まあ、上等でしょ、という感じですね。はい。このね、これ、地属性の確定枠の、この、パーフェクトセルサー。これも、うちょっとね、あのー、補正してほしかったかな、極限 Z 覚醒石で。うん。 で、敵の多いところに孫悟空の系譜がいますから、フリーザーいい壁役になってると。敵の多いところにフリーザー最終形態を持ってきて、ね、で、なおかつ回避もしてくれるという感じで。まあ、回避はあの、潜在玉のレベル5が発動してる感じなんですけども。このフレンドさんが2時なんでね、まあ、回心追撃機期待しつつ、だいぶ強いですよね。やっぱりね、どのキャラもね、2時っていうのはね、2時とか2突っていうのは、ものすごい強いと思う。無突と2突、2突では全然違いますからね。 うん。食らわダメージ値が。あ、まあ、これ今、サポートアイテム使わず今、これ、向かおうとしてるんですけども、だいぶ大丈夫ですかね。4万はね、ちょ、っと <laughs>、やっぱりそうか。HP が少なければ、ちょっとディフェンスが下がってしまうのかな。うん。4万はちょっとだいぶ食らわしすぎなんですけども、まあ、大丈夫かなと、ちょっと調子に乗って行ってるんですけども。で、次のターンでね、確かね、あの、エラルステル完全体が回復してくれたはず、全回復で。あ、ほらね。そうそう、こういう風にね、うまいことね、 なってくれれば、難なくね、ことがいいように進むと私は思っておるんですよ。うん。で、転ばの,の先にね、この敵のおるところにね。 壁役のイベントトロップさんのフリーザー最終形態を持っていかないと、ここで来るなよっていうところでね、やっぱりね、必殺技が来たりしてますから、うん、それはね、もう調子のらず、うん、無難にことを運んでいけば、まあこういう風にね、無事クリアすることができるんではないでしょうかというところで、最後までご視聴ありがとうございました。皆様ね、この編成できるのであれば、一度やってみてはどうでしょうか。はい、この動画が良ければ、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん。 またね